私の推し世界遺産1154分の1。癒しの場所。世界遺産検定有資格者に聞く私の推し世界遺産1154分の1。今回のゲストは長郷翔さんです。よろしくお願いします。お願いします。もう明らかにお若いけど、おいくつですか？16歳です。16歳ってことは、はい、高校2年生です。おー、すごい。今何級を持ってらっしゃるんですか？今は3級持ってます。好きな教科は世界史と英語で、うん、で世界史 で好きな範囲は古代ローマですね。ローマ好きなの？はい、ローマ好きです。そうなんだ。どんなところが好きですか？共和制とかそういう独特な歴史を持ってて好きです。なんか趣味とかありますか？趣味は父との野球観戦です。野球が好きなんだ。どのチームが好きなんですか？中日ドラゴンズっていうチームが好きです。試合に行ったりする？最近はコロナで行けないんですけど、昔はよく行ってました。お父さんも好きなんですね。お父さんも大ファンですね。大ファンなんだ、はい、そうか。翔くんはね、噂によると海外旅行結構行ってるっていうことを聞いたんですけど、どうですか？まあ、よく行きます。どんなとこ行きました？イタリアとかロシアとか。マレーシアに住んでたんで、はい、東南アジアの周辺諸国はよく行ってました。マレーシアに住んでたんだ。はい。はー、いいなー。なんで検定を申し込もうと思ったんですか？珍しい性格が欲しいなと思って、なんかそしたら世界遺産とかたくさん見たことあったから、はい、世界遺産検定受けてみようと思って受けてみました。友達も結構持ってます？いや、全然持ってないです。僕だけです。はい、お一人で勉強してるの？はい、お一人で勉強してます。世界遺産検定今3級お持ちということで、取ってからなんかすごい良かったなとか、これはちょっと生活に生かしてますみたいなことがあればぜひ教えてください。学校の世界史の授業で世界史を学ぶときに、あ、この世界遺産見たことあるって思って、あ、結構使えたりします。世界史好きなんだもんね。はい、好きです。世界史で、あ、教科書とか資料集とか、なんか先生に見てって言って、当てられた時とかは、はい、結構なんか、あ、行ったことありますみたいなこと言えたりして、自慢みたいなのできます。最高ですね。My favorite is マレーシアの文化遺産、メラカとジョージタウン、マラッカ海峡の歴史都市。まあ、もちろん行ったこともあるんですけど、その街並みというか雰囲気とか建物の色がまあほぼ赤色で統一されていて、とても心に染みました。ヨーロッパ、イギリスとかその辺の支配下にあったんで、そのヨーロッパとかが残した建物とか食べ物とか宗教とかが未だになんかその建物に残っていて、歴史を感じたりしましたね。マラッカに住んでたの？いや、マラッカには住んでません。あ、この辺？クアラルンプールに住んでました。クアラルンプールに住んでたのか。クアラルンプールからだとどれぐらいで行けるんだろう？バスで2時間ですね。2回行ったことあります。すごい。そうなんだ。向こうのご飯ってどんな感じ？ココナッツをよく使ってますね。なんかご飯とココナッツミルクみたいなの入れて炊き込んで、サンバルソースっていうのがかかってます。美味しそう。結構甘めなのかな？甘めですね。辛いのもあります。だいぶ辛いのもあります。あ、そうなんだ。日本に今いらっしゃるじゃないですか、はい、日本に帰ってきてもちょっとこう恋しいなとかある？マレーシア。そうですね、日本とかの学校はやっぱ、規則とかが、校則とかがすごい厳しいんですけど、マレーシアとかは結構まあ自由で、すごくフレンドリーで、結構恋しくなったりしますね、友達に。言葉は向こうでは何語を喋ってたの？向こうではインターナショナルスクールにいたんで英語喋ってました。かっこいい。ちょっと英語で自己紹介とかしてもらおうかな。
Hi, my name is Cho. I'm 16 years old. I like to play baseball and I'm a big fan of baseball team. My favorite world heritage is Malacca in Malaysia. And I've been there for 2 times. Yep. Thank you. さすが。今お母様が近くにいらっしゃるんですけど、お母様にもちょっと出ていただこうかな。マレーシアのお茶がね、を用意していただいたんですが、どんなお茶なんですか？はい、これはマレーシアで有名なメーカーで、ボーティーって言うんですけども、はい、今日はたまたまライチとローズのお茶を持ってきたんですけども、スタンダードなものからいろんなフレーバーがあって、マレーシアのお土産の人気商品の一つですね。キャメロンハイランドっていうマレーシアでもちょっとこう山の方にある避暑地ですね。日本でいう軽井沢みたいなところで採れた茶の葉を使ってます。はい。で、自分のお土産として買ってきたコップも披露したくってお持ちしました。ここにね、マレーシアって書いてある。書いてありますよ。すごい。贅沢ですね。マレーシアのコップでマレーシアのお茶をいただくという。じゃあ、ぜひ皆さんでいただいてみましょうか。はい、それでは乾杯。うん、美味しいですね。もうちょっとフレーバーがやっぱりほのかにライチな感じしますね。はい、キャメロンハイランドは私が好きなところの一つなんですけど、ちょっとあまりこうマレーシアって言ったらこう海のイメージとかがあると思うんですけど、はい、キャメロンハイランドはそうでもなくて結構涼しいし、はい、あとちょっと意外かもしれないですけど、いちごが名産だったり、します。はい。いちごあるんですか？いちごがあります。いちご狩りしました。いちご狩りしたんですか？はい。めっちゃ聞きたいその話。意外ですよね。いちごの例えば石鹸とか、いちごにこう、絡めたものも結構お土産として、向こうに行ったら出ています。向こうのケーキにいちごとか使うんですか？ケーキね。いちごというよりケーキに当たった思い出があるね。ケーキに、あ、そうですね。ケーキに当たった、どういうこと？それこそケーキにお腹に当たって、はい、みんな気持ち悪くなって吐いたって。日本のデパートで買ったケーキだったんですけど、はい、買ったのをこう食べたら子供たち3人が次々と気分が悪くなって吐いて、私だけなんか違う種類を買ったから大丈夫だったんですけど、やっぱりあったかい国ですし、なんかこう食品の衛生管理なんかはやはりちょっともう日本とは比べ物にならなくて、そういうちゃんとしたデパートで買ってもこういうことがあるんだなというふうに、思います。牛乳なんかも向こうで買うと高いんですけど、牛乳を買ってきて家で飲もうと思ったらもうね、ドロッとしてて、もう飲めなかったりっていうことも何度もありました。おそらく暖かいところに置きっぱなしにしてたのを冷蔵庫に入れたんじゃないのかなって勉強になりましたけど。すごいですね。物事が思い通りに進まないっていうことは多々ありましたけど、もう初めの1年ぐらいは本当に嫌で嫌でしょうがなかったですけど、やはりでもそれが慣れたら、例えば日本だったらこうバスに乗るのにバス停に行かないとまず乗ることはできないですよね。まあマレーシアだったら手を挙げたら、止まってくれたり、ここで降りたいって言ったら降ろしてくれたり、最高ですね。しますと、すごい区間短かった、今はお金いいとか、まあ子供がなんか日本に帰ってきて、なんかバス停まで行ってバスに乗るのがめんどくさいって言いました。あ、それで慣れてたらね、どうですか、やっぱそう、やっぱバスとか、うん、ドア開けっぱなしで走行して、はい、朝とかもう通勤ラッシュなんで、はい、もうほぼ人がドアからはみ出て運転してるんで、はい、気持ちよかったです。気持ちよかった。あずささんもぜひ世界遺産検定取ってください。この前のもクイズとか出て、あ、出てっていうかちょっと聞いて、 ありがとうございましたいやー、ここまでは難しいなと思うことがたくさんありましたね。これを見てどこぐらいだったら、私もできるかなと思うんですけど、おそらく2級以上はもう本当にちょっと奥が深い。でも興味あります。はい、毎朝世界遺産の本は毎日1ページずつ読んでます。2年目に入りました。あ、はい。
難関にチャレンジしようとしてる翔くん、だから子供に託します。そうですね、はいはい、頑張ってね2級任せてください。おー、いい力強い言葉いただきました、ありがとうございます。いやー、あずささんありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。3級の勉強はどんなことしました？3級の勉強は、うん、テキストを読んで、はい、うん、ハイライトしたり、あ、重要だなって思った単語とかその文を、はい、ノートにまとめたりして、過去問をなんか 2,3 周したりして、結構意外とあの過去問から出たりするんで、うん、何周することが大事だと思います。そう思います。きっと2級も過去問が一番大事だと思う。ですよねなんかこれから1級とかマイスターとかあると思うんですけど、チャレンジしてみたいと思います？ぜひチャレンジしたいです。お、夢は、うん、世界遺産を使って研究したり、そういう職員に英語とかその世界遺産のスキルを使ってなりたいなって考えてます。あ、もう希望の星ですよだってね、こんだけ英語喋れてね、世界遺産ももうマイスターまで取っちゃったら、もう世界で活躍するしかないもんね間違いないです、うん、はい、ありがとうございます。今日のゲストは長郷翔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さすがー。